そうですね、やっぱり人生のやっぱり心豊かさを還元してくれるのが海だと思ってますので、なるだけ海に行きたいと思ってます。マリーナの維持管理を行うスパマリーナ熱海、代表取締役宇沢誠一さん。子供の頃から遊んだ熱海の海をこよなく愛する人物です。この日は台風の接近に伴い朝から緊張感が走ります。今日の、天候状況どうですか？波の状況を送ってください。どうぞ。乗船不動客様については、多少揺れが予想されるということで、ご案内しております。どうぞ。はい、了解。今のところ乗客からの、クレームはないですね。どうぞ。まず桟橋がちゃんとしてるかどうかね、ところどころこう緩んだりしてると、それと船のロープですね。普通は普段ですとその多くロープつけなくてもいいんですけども、こういう台風来るときはロープをいろんなとこ取って船が走らない、流れないようにして、それが一番大事ですね。だからロープワークが第一。いや、心配ですよ。もう台風来ると一番それが心配ですね。大事な船ですから、お客さんが預かってますから、いかに安全にね保管するっていうのは、やっぱりそれに気を使ってますね。宇沢さんは静岡地区水難救済会会長として海難事故のサポートも務めています。まず一つ、小さい子どもたちがね、どうしても海離れしてるような気がするんですよね。これは何とかしなきゃならないと。それにはやっぱりもっと海に行きやすい施設を作ったらいいかなと。夏は海水浴場ありますからそれはいいんですけども、まあ、ここにマリーナありますけども、これは大型で景観としてはいいんですけども、市民とか小さい子どもたちが気軽にできるような船遊び、これはやっぱり将来考えていきたいなと。これはまあ夢ですけどね。市民が安い価格で使えるその小さい船のヨットハーバー的なものをやっぱりどっかに作って、市民とそういう皆さんに、多くの人に海に楽しんでもらいたいなと思っています。